声には人の体温があり物語がある。ラジオデイズ、ラジオの街で会いましょう。本日は2012年9月7日金曜日です。この番組は声と語りのダウンロードサイトラジオデイズが企画制作、キッコーマンとオリンパスイメージングの提供でお送りいたします。さて本日のパーソナリティはラジオデイズプロデューサーの平川克美さんです。よろしくお願いいたします。さあそして本日のゲストは先月の平川ラジオに引き続き NPO 法人桜会理事、日本 ALS 協会理事で主に ALS などの重篤な病を抱える人のケアとサポートをする会社モモの代表川口由美子さんをお迎えしています。どうぞよろしくお願いいたします。はいはい、今ちょっと音が届いていないということなので届きましたでしょうか。どうですかね。 OK ですか。はい、はい、それでは皆様大変お待たせいたしました。ラジオデイズ、ラジオの街で会いましょう。改めまして本日のパーソナリティは平川克美さん、そして本日のゲストは、先月の、ね、平川ラジオに引き続き NPO 法人桜会理事、日本 ALS 協会理事で主に ALS などの重篤な病を抱える人のケアとサポートをする会社モモ代表の川口由美子さんをお迎えしてお届けします。どうぞよろしくお願いします。さあ番組を始める前にですね、この番組なんですけれどもキッコーマンの提供でお届けしています。というわけで、お二人にはキッコーマン気分ブランドの豆乳を飲んでいただきながらお話を進めていただきます。さて広川さん、僕はね、はい、お汁粉を飲んでます。お味いかがですか。お汁粉だよこれなんかの冬の、あの秋冬の新商品あったなんですね。そして今川口さんが飲んでらっしゃるのがこれは柚子味ですね。もう本当柚子、本当に柚子。でも僕はやっぱり特濃が、あ、川口さんもそうだね、特濃、うん、これはね、でももう一つマロンですよね、うん、今日取ってきてる。平川さん、特濃が一番の気に入り。特濃が美味しいって。いや、特濃は美味しいわけじゃないんだけど、美味しいわけじゃないって言うと怒られちゃうんだけど、豆乳らしい豆乳ですよね。じゃあ、川口さん、後ほどマロンも飲んで。そうですね。マロンの感想も。はい、ぜひお聞かせください。はい、じゃあ、よろしくお願いします。はい。はい、いいの、はい、初めて。はい、はい、どうも。ね。お疲れ様でした。最近はよくありますよね。もう、はい、もう同志だよね。同志ですね。だよね。光栄ですね、同志とか言って。いやいやいや、先月の27日ですか、はい、市ヶ谷の、はい、あのグランドヒルと、ね、いうところで第1回のその尊厳死の法制化に反対する市民の会という、ね、市民の会立ち上げました。ありがとうございます。川口さんと私と、それからもう中西さん、中西さんが呼びかけ人になって、ね、随分たくさん来ていただいてね、いただいて、はい、僕はやはり新商社の方が随分ねいらしていただいて、いや私はもっと来られると思ってたんですよ。そうなの。ちょっと反省してるのは、うん、そっち方面に宣伝あんまりしなかったので、っていうのは尊厳死法制化に反対する会っていうのが別にあって、うんうん、でそちらの運動をしてる人たちと今度新しく立ち上がる方の、うん、こうなんていうか連携をね、うん、どうしたらいいのか分かんなくて、うんうまく宣伝してなかったんですよ。でも会場は広いとこ借りてたので、うんうん、もっとね車椅子の人が来るかなと思ってたんですね、うん、いやでも僕は初めてああいう人工呼吸器をつけた人たちとね同席して、いやその都度やっぱ驚くね、あなたといろいろ一緒にいると。うん、私なんかもうね見慣れちゃってるから、慣れてるからでしょ、うん、そのあれ音がするでしょ、うん、呼吸器の音がしてて、で皆さん呼吸器をつけながらも普通に、ね、うん、やってるんで、いや呼吸器をつけたらもうダメじゃないかっていう観念がやっぱり相当広まってるでしょ。あんなにね外出して、うん、しかもヘルパーで、うん、っていうのはだから、例の東電の例の東日本大震災の時、それからまあその原発を再稼働するときに、
あの人工呼吸器の人なんかが死んじゃうみたいなこと言ってたけど、全然のことないんだね。あのね、そう、ちょっとスケープゴート的に使われちゃったっていうか、うんうん、この人たちが死ぬかもしれないから原発が必要だって話につながってね、うん、いや私たち一個もそんなこと言ってないんですよ、うん、あの電気なくても手動でね、うん、手動のアンビオっていうこうで押せば、うんうん、あの空気入りますから、うん、3日間ぐらいはね人海戦術でやれるんだ。手押しで手押し呼吸器で、うん、やれるので別にその、まあ、確かに電気ないと困るんだけれども、だから原発とかそういう話にはな、うんね、誰も言ってなかったんだけど、うんうん、誰かがまあそういうこと言うんだね、うん、きっと ね、まあ ね、 まあ、ね。でもあれさて、あの呼吸器つけようかななんつってつけてたじゃないですか。はい、あすごい軽いタッチでね中西さんね、だから中西さんね、ちょうどそのあの会の始まる前からずっと私一緒にいたんですけど、うん、夕方になると毎日あの呼吸器つけてるんですよ、うん、実は、うん、で、あのそうしないとね息苦しくなっちゃうから、だから、うん、まあ、その別に堂々と、ね、呼びかけ人さんに並ぶから一人ぐらい呼吸器つけて並んでもいいんじゃないの、うんうんうん、って言ってたら、まあ、ちょっとね、うん、あの遠慮しますって言って、だから休憩時間につけて いましたでしょ、うんうん、まあそこに福島瑞穂さんだ、あ小田島隆さん、ランディ田口さん等ね、まあ、あの有名な方も来ていただいてやりましたけど、うん、はい、今日はそのなんで尊厳死法制がいけないのかと、うん、いうことを少し掘り下げたいことが一つと、はい、それから後半ちょっと最近あのキネマ旬報の方で頼まれてですね、うん、この秋に公開されるそうです、ね、次の新宅というです、ね、いち早くご覧になられてちょっと私もお聞きしたいなと、うんうん、その件についても少しお話したいなと思ってますが、はい、これなかなかね、いや僕も最近ね会う一言に聞いてるんですよ。あ、そうですか。どうなんだと。尊厳死そのものについて、法制化について、法制化じゃなくて尊厳死そのものについてどうですかと、うん、で聞くとね、若い子は、うん、なんかそのあんまりこう苦しみたくないから、うん、で寝たきりになって生きててもしょうがないみたいなことを言う子も多いね、うん、結構若い子っていうのは10代とか10代とか20歳ぐらいで、うん、ある程度30過ぎて40ぐらいになると少しこうどうなんだろうねっていうような感じがあって、うん、これはもう人によってさまざまですよね。で親を抱えているというか、親がだんだん老いていくのを見ていく人たちと、それからまだ親が全然元気な状態とでは全然違うんだよ、うんうん、で法制化っていうのはあれでしょ、15歳ぐらいでリビングで15歳、あの法律案ですよね、うん、まあ2つ出てますけど、両方とも15歳以上でリビングウィルを書くと、うん、それを推奨しましょうっていう法律ですから、うんうん、書いてありましたね法案にね、うんうん、15っつったらまだ15って何が、申し訳ないですけど15歳の人たちにはね、でも人生の何が分かってるの15歳でって感じです。そうだね、まあ自分たちの15歳の時のことを考えてみたら恐ろしいですよね、うん、その時になんかリビングウィル書くなんつうのはちょっとね、うん、やっぱり大変なことだよね。そうだから私はまあすぐにその尊厳死議連のね、うん、あの益子会長に会いに行った時に、うん、この15歳っていうのは何ですかと言ったんですよ、うん、でこれ脳死臓器移植とくっついてるでしょと、うん、ね、だから子供の臓器欲しいから15歳リビング医療を書かせといて、うん、なんか事故があった時に持ってればね、うん、お治療しないで済むじゃないですか、それ臓器取っちゃうと思ったでしょって言ったら、言ったの、うん、そしたら、そんなことは考えてるんですかあなたはって書いてられちゃっていやそんなこと考えてるんですかって、普通ね、うん、比べたらだって両方とももうそういう話ですから、子供の、ね、尊厳死っていうのはどういうことかなって思いませんか、うんうん、だから結局そのこの問題は、うん、単純に例えばその苦しみながら生きていくのかどうかみたいな話になっちゃう場合なんだけど、その裏にはいろんな問題が実はあってですね、うん、そうです、もちろんその臓器移植の問題だとか、うん、
それから医療費を値下げしたい人たちがいるわけですね、うん、そういう問題がある。それからもちろんその家族っていう問題がね、うん、すごくあって、うん、そういうのを総合的にこうやっていかないと、うん、あとまあ法律ですよね、うん、法律の問題がすごくあって、今回の場合は法制化っていうことだから、これはね、なんであれ法制化したい私はなんかその尊厳死マフィアみたいなのがあって、いるんですか尊厳死マフィア。マフィアってか臓器だって何でもそうなっていくじゃないですか、もう、うん、そうネットワークを作っていくとね、尊厳死でによって利害関係がこうね出てくると、うん、そうすると利益を得る人たちがいるわけですよ、うん、法制化によって、うん、金動いてるのかね、まあ、かこまだまだ動かないけど、うん、法制化されるともう確実に動くだろうと、うん、動くでしょうし、うん、まあ一種利権みたくなる、うん、利権です、ね、完全に私はこれは尊厳し人のその選択の自由の話ではなくて、うんうん、利権の話だと政治の話だと思ってます、うんうん、なるほどね。これまあ、うん、ぜひ皆さんにも考えてもらいたいんだけど、うん、これ現状ね、まあ、法律ないわけですよ、うん、で何が問題なの現状、なんか不都合があるんですか、ですかね。えいやあるから、ね、法制化しなきゃいけないっていう人いるんでしょうね。現状あるのかな。だから、うん、あとで触れる映画の話ね、つまり、医師が、うんうん、患者を楽にさせたいという気持ちで、うん、まあ映画の場合はその警官 の補助的な航空機ではないんだけど、それを抜いちゃうと、うん、警官栄養の方と警官栄養じゃなくて、そこから酸素を送ってるらしいんですよ、よく分かんないんですけど、警官栄養なのかな、肺に送ってるのかな、酸素じゃない、酸素取っちゃうんじゃないですか、で すぐなくなっちゃうんですか、ね、いやこれはまたすぐなくならないで実は苦しみ始めるんですよ。ああ誤算なんですね、医師のね、そのままスッと行ってもらえるかと思ったら、実はまだその生命力が残っていて苦しみ始める。だから単純にまあ尊厳死礼賛みたいな映画ではないんですよ。あそれは須藤さんですからね、そんな単純な映画は作んないんだけど、ただ現場でね、うん、今の医療現場でそういう過去に、それは今のお話は実際にそういうようなことがあったらしいんだけど、過去に、まあ、そんなに例はないですよね、まあ、2例ぐらいですかね。いやいや、たくさんある、結構あって、その医師が独善的に判断して、うん、自分、その映画もそうですよね、うん、多分自分で決めて誰にも相談しないでやっちゃって、まあ相談してるんです、それは相談してるんですか、うん、してるの、あちこちに、うん、だけどあちこちっていうか家族とね、あ家族とね、うん、でも病院の人とは相談してない、病院の人とはしてないね、うん、だからそういう同じような状況で、うん、医師が一人で決めて呼吸器等を外してしまうっていう事件があって、うん、でもそれって割と訴訟があるんですか、相当頻繁に訴訟に ならないんですよね。だからその、まあ、見つかって告発されるわけですよ、うん、その病院の中の人とか、うんうんうん、からそれで、でもなんていうんですか、家族が味方につくんですね、そのドクターの、うんうん、でよく調べるとやっぱりその医師に対して家族が、うん、もう早く行かせてやってほしいというようなことを言ってたりとかね、あとそれからまあその医師がその患者さん痛くこう同情して、こんな状況で生きててもね、面白いこと一つもないしかわいそうだと思ってやっちゃうってことがあって、だからまあそういうことがなんていうんですか、表に出てきた例っていうのは数件あります。ただ現実にはもう呼吸器も経管炎も外してるんですよ、普通に外してますよね。でで、ただそれがそういうふうにこう事件になるとまずいので、うん、何らかのそのなんていうんですか、プロセスを踏んでできるようにしなきゃいけないっていうのが、まあその尊厳死法制化したいというロジックは、うん、まずはその尊厳死というものは あってしかるべきだと、うん、それからそれをただ医師がやるとですね、うん、殺人罪に問われて告発されると、うん、でそれを免責しようと、うん、いうことですよね、うん、そういう筋立てでしょ、うん、まあ、そこはね混じってると思うんですよね、うん、だからその医療現場の治療の
深い詩と定詩の話と尊厳詩の法制化を分けて、うん、考えないといけないんですね、うん、で前者 の, その医療現場の治療の話は確かにその、うん、ドクターが非常にこう、うん、責任感の強い人は迷う時があるし、うんうん、孤独ですしね。でも次から次へとその重病に運ばれてきても病棟はいっぱいでしょ、うんうんうん、いろんな問題抱えて悩んでる状況